皆さんこんにちは、ヒットトレーニングと呼ばれるものの説明をしたいと思います。まずヒットトレーニングというのは、いわゆる高強度のインターバルトレーニングのことを指します。まずやり方から説明すると、今回は6種目を用意します。その種目を20秒やったら10秒休んで、20秒行ったら10秒休んで、それをまあ6種目分繰り返して行って、でそれが1周したら終了という形になります。で今回はちょっと種目も1種目ずつ説明しながら、最後コーチ自身が1周実際にやってみたいと思います。では今回行うまず1種目目はスクワットですね。これもやり方はポイントはもう常に説明してあると思うので、ただもう20秒間スクワットを繰り返します。このまま20秒間繰り返します。なので特に詳しいポイントとかは今回説明しません。で次に2種目目、マウンテンクライマーという種目になります。腕立ての姿勢を作ったら、気持ちちょっと背中丸めていいので、このままその場で走るようにもも上げしてください。このまま20秒繰り返します。まあ、ポイントは少しちょっと背中グッて持ち上げてあげると走りやすくなるので、まあ、そのぐらいですかね。そんなに難しいことではないのでできると思います。次に3種目目、バーピーですね。立った状態からしゃがんで腕立ての姿勢作って戻って、腕立ての姿勢作って腕立ての姿勢作って戻って少しジャンプ、腕立ての姿勢戻ってジャンプ、腕立ての姿勢戻ってジャンプ。でまあマンションとか下の階の迷惑になると思うので、戻ってジャンプはそんなにグンって高く飛ばなくていいです。少しホップするような感じで今回は大丈夫って、少しちょっとジャンプする程度で大丈夫だと思います。次に4種目目かはジャンピングジャック。立った状態でもう普通に大の字を作るだけです。このままちょっと有酸素的な運動になります。足開いた時に手がこうまっすぐになって、で戻す、手と足を開いて閉じるだけです。そんなにこれも難しくはないかなと思います。次に5種目目はランジジャンプ。これも、さっきのバーピーと同じで、そんなにジャンプはしなくていいので、ランジで少しスライドさせるような感じです。しっかり足を入れ替える。そんなに飛ばなくて、こう大きく飛ばなくていいので、足をしっかり入れ替えられるぐらい、スッと飛べれば大丈夫です。そしたらそんな音も出ないと思うので、近隣の迷惑にもならないと思うので、大丈夫だと思います。で、最後ですね。最後ニーアップという種目で立ってもらって、もうひたすらこの手のひらに膝を当てるような感じでもも上げしてください。これも20秒間繰り返します。で以上の6種目ですね、それを20秒、スクワット20秒やったら10秒レスト、でその次にどうなんだっけ、マウンテンクライマーか、マウンテンクライマーやったら10秒レストっていう形で行っていきます。ではちょっと実際コーチもちょっと一周だけやってみたいと思うので、今でもちょっと息上がってるんですけど、ちょっとやってみたいと思います。そしたらこれでいきます。よーいスタート。手の位置はそのやりやすい位置で大丈夫です。よし、と休憩10秒。次マウンテンクライマーですね。腕立ての姿勢作って走る。なるべく上半身をぶれないようにしてください。
し。OK、10秒休憩。次、バーピーですね。これが結構一番きついと思います。きつい。よし。なるべく早くす、行うことを意識してやると、さらに負荷が上がります。休憩。疲れた。次、ジャンピングジャック。よし。次、ランジジャンプですね。休憩。次ラスト、結構きつい。次ニーアップです。あと10秒。OK。